at the hookups. Well, let's just get in the car and roll over to Hamakita Park when you're ready. I think I'm ready.敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ。どうやら我々の作戦はクメサイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。え？クメが春日さんとの握手に応じなければならないのはあくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこでクメはあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま招待に預かりました、春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補、やばくね？人殺しだってよ、人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さん、ご覧ください。あのふざけた態度、あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと、それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが立候補できることは法律に書いてあるんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きなクメちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいなあ。あんたらブリッジジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはその、じゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。そう、それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。クメさんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間、ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって
法律も大事だけど、もっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて、人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか、クメさんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を手術する。私もだよ、一番。お庭だ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。クメなんかに負けんじゃねえぞ。クメさん、俺あんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから、一つ握手でもしようや。撤収！撤収だ！おい待てって。おい、ちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください、久米さん。こうして突発的に始まった論戦は、有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり、元極道という異例の春日候補は、早速 SNS を中心に話題となっております。はあ、役に立たない奴らばかりだ。クメといい、お前といい。こんなざまになってるのも、すべてはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは。新体制の件ですが、しばらくは東京未連合という仮の屋号で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが、会長にでもなったつもりか。え？いえ、お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか。はい、そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるか、お前ならわかるよな。 Who is it? うん、Yumei should be giving a speech in front of GNI station today. Alright, today's the day we get him for sure. Nah. Shouldn't we leave the van behind though? We realize we're coming, he'll cut his speech short and bail. Point. Let's go on foot so we don't stand out. Yay! Canada Ichiban, yay! Yeah! Yeah! Everybody's all excited for Canada Ichiban. Working. What the fuck? Hell out of here. Okay, back to what I was doing. Gotta get over to GNI station. Over the opposite way behind me.
think I need healing items or anything. I was thinking about popping into the Konbini, but I don't think I need them. Do I have to fucking walk in past the fucking mobs? God damn it. Annoying. I was trying to get to these without having to fight the fucking low level bombs, but. Fucking throw out the trash first. I would imagine. Yep, there it is, level 39. There he is, at it again. Don't let his staff see us coming. I'm in front of the media to make him shake in my hand. They'll have no way to avoid me that way. Nah. Then what? Suggest we make amends about yesterday, pull him into the van. Then I've won. Well, be careful. Looks like they've got more eyes than we thought. Squads out here today, huh? Oi. You sure you want to do this? This guy's a candidate just like Kume. You raise a hand against him, don't you think it'll damage Kume's reputation? That's some bad news for you. We ain't part of Kume's campaign. We don't live in Kanagawa. Try all you want, nothing's gonna trace us back to Kume. Now, you guys thought this through. Chotto. Don't stand here admiring them. If we don't hurry, Kume's gonna get away! Again! Huh? It's the rush. Your campaign's going down in flames. Cause you'll be dead. Nice one, dude. Think you owe me alliance again. I love how they just like ragdoll perfectly like straight fucking board of wood. And he's gone. Got big man first. Knocked his ass into traffic. He's right here. No, no, crossbow man. None of that shit. Come here, step into my office. Hell yeah. いい喧嘩だったぜ。
Really, you didn't notice any of that? よろしくお願いします。何とぞよろ。よう。春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。論戦だ。 昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など<笑>マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、 久米さんの選挙か。お邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした。星野会長の命が狙われています。は、今日清流会に襲撃があると小見汁へ闇情報が入ったんです。的は星野会長、ソンヒも清流会に異変あるようだと言っています。会長が 狙われてる。久米も青木亮もまた来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え、おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。Other things to take care of right now. Take care of my man Hoshino. Still level 39, huh? Fine. Hurry to say to you, Clan HQ. I wonder who could be coming to try and kill him. How are you guys? Yeah, stomp on his nuts. Get him, Ichiban. Stuck him against an invisible wall, but that's fine. Hell out of here. I don't want to have to fight all these dudes just to get down to Hoshino. Is there a fucking cab? One down the street. Come on then. Gotta make it to this cab without getting into a fight with these guys. Wanna come work for me? Yoon, huh? Golden. If I ever come back and do any more of the Ichiban Confection storyline, that'll be good. I saw that silver safe in there. Alright. All the way down there. Oh, level 5 style, huh? Very nice. What's the level of that? Head turner? Snazzy. On running. We're almost there. Ballsy confidence. Nope, not quite there yet. Alright, time to go. Gotta save the chairman. It's not here. It's the next one over.
that. I'm just trying to push through main story right now. Plot. Trying to get us to the end of this game.